私は約1ヶ月で10キロ痩せることができました。でも体調を崩しました。その失敗をお話ししたいと思います。おはようございます。アラフィフのユミです。ダイエット失敗しました。体壊しました。今朝のお散歩に来ています。いや6時台ですけど、それでも暑いですね。マスクもすごいきついと思います。でも昨日からちょっと1万歩歩くことをまた始めてます。私割とストイックなところもあって、やるって決めたら体調悪くてもやってしまうダメなパターンなので、無理な時はやめようと思います。頑張れたらっていう感じでいいですね。今8月の半ばで埼玉県なんて40度の気温を超えていたりするそうなんですよ。その中で歩くことが果たして健康なのかっていうのもあるので、できる限りっていう感じです。ダイエットして失敗してしまったっていう典型的な例かもしれないんです。1ヶ月で約10キロの体重を落としました。糖質制限が一番多かったですし、多い時は3万歩歩きました。相当体調が悪い時でも大雨の日でも歩いてしまって、果たしてそれがいいことなのかって考えるようになりました。結果私にとっては全然良くないことでした。体調を本当に崩してしまって大変でした。もちろん見た目も大切なんですけれども、私は今アラフィフです。若いわけではないので、体をいたわりながらダイエットしなければいけないなと思ってます。また食べることをすごく我慢してしまったことでめちゃくちゃストレスがたまりました。お散歩をしている最中、街中歩くと美味しいものがいっぱい看板に出ているわけですね。ああ食べたいとか思わないように思考停止で、私はこれはもう一生食べないものだみたいに決めつけていたんです。その思考っていうのは20日間ぐらい経つと、もう食べないんだ、私はこれは食べないっていうふうに決めたので、欲しくはなくなったんですけれども、楽しみを奪われた感じですね。食べることに楽しみってもう私にはないんだなって思いました。ミルクたっぷりの紅茶とかも好きだったんですけれども、全くミルクを入れなくなって甘いものを取らなくなりました。もうその楽しみもなくなってしまいましたし、多分それもあって体調を崩してしまったんだと思うんです。過激な糖質制限とか好きな食べ物をもう全く食べないっていうのは、こんなにストレスが溜まってしまうんだなと思いました。お散歩中になんとカニと出会いました。こんなこと初めてでした。体重計に乗るたびに数字が減っていくのがとっても快感になっていました。その罠にはまってしまった感じです。でもこれからは数字にばかりとらわれることなく、体を引き締めていくことも大切だなと思ってます。自分が健康であることが一番大切だと今回体調を崩して身をもって感じました。私のようなアラフィフの皆さん、どうか無理をしないでください。外は猛暑です。ゆっくりとダイエットをしましょう。お家に帰ってきました。パンの制限をしすぎるのはやめて、今日はブルーベリーを乗せてパンを美味しく食べちゃいます。私はブルーベリージャムが大好きです。今日は本物のブルーベリーを添えていただこうと思ってます。一人暮らしだと大きな瓶を食べきるのはなかなか時間がかかってしまいます。だからこんな風に小さな瓶を買うようにしています。美味しそうなパンです。糖質制限をしていて3ヶ月間パンを食べるのを我慢していました。でもちょっと我慢はやめました。少しずつならいいかなと思いました。あらかじめスライスしておいて、あとは冷凍しておきます。せっかくですからね、大好きなパンを諦めるのもストレスが溜まっちゃいます。今日は朝から食べちゃいます。私はこのストラスチップスをよく購入します。今日はこれを炭酸水に入れて飲もうと思っています。こんな風にストックバッグに入れてしまっています。スーパーで買ったこの36円の炭酸水、これにストラスチップスを入れていきます。強炭酸なんです。とっても気に入っています。ストラスチップスのレモンを入れます。
の朝です。この後すぐお出かけしてお友達とランチを食べます。こんなシンプルな日もいいなと思います。いつも栄養栄養って考えてるのもちょっと疲れちゃうので、シンプルに美味しくパンとジャムだけを楽しくいただいてます。一人暮らしはこんな朝が最高です。お一人様もいいねって感じです。どうしたの？ご飯食べちゃいな。なにどうしたの？お腹空いてないの？なでなでがいいの？どうしたの？どうしたの？はいよ。なに急にピョンってねえ、すぐガブってしちゃうんだからねえ、時間棒だね。なんだよ。ソファーベッドに座って YouTube の編集をやっています。いつもそばにこのミーミーがいます。いつもそばにくっついてるので、本当はちょっと暑いんですけどね。かわいいやつです。暑い中、頑張って歩いたから、私はこのご褒美を許してあげました。こんな楽しみもないとね。今日も頑張って1万歩歩きます。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。 Twitter も毎日更新しております。コメントは励みになりますのでお待ちしています。自分のペースでゆっくりとこれからもダイエットをしていこうと思います。皆さんも無理しすぎないでくださいね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。ユミでした。